さあ、まずはドラゴンズファンの皆さん、連勝おめでとうございます。いやー、あの昇竜から始まって昨日も素晴らしかったね。昨日も本当にいい勝ち方でしたね。特に印象に残った選手、昨日いますか？やっぱり皆さんも一緒だと思うんですけど、モヤ選手ですかね。モヤ選手ね、はい、ありましたよね、うん、2日連続お立ち台、はい、今日も登ってもらいましょう。そうですね、そんなモヤ選手、はい、あのお気づきの方いらっしゃったかもしれませんけども、あの僕ね、選手がホームランを打つとホームランコールっていうのをね、それぞれの選手に変えてですね、オリジナルでできるだけ作るようにしてるんですけども、うん、彼のホームランの時のコール聞いてくれてました？いいえ。だいたいそうなんだね、チアドラゴンズってね。私たちもイニング間待ったりしないといけないし、忙しいもんな。移動したりとかして、あの声なんて気にしてられないよな。プレーは気にしてるんですけど、長谷川さんまではちょっと意識がいかなかったですね。すいません。ちなみに今年、モヤ選手に関してはペルフェクトスーパートロ、その後にスティーブン・モヤと名前をつけています。基本ね、あのやっぱりスペイン語圏の方たちだから、はい、パーフェクトがペルフェクトなんですね。その後のでもね、意外なのがスーパートロなんですよ。スーパーは英語だろ、うん、でも桂川さんがそうやって言ったからそのままやってるけど、桂川さんに対してね、そうやってオーダーがあったんですよ。彼が好きな言葉はスーパートロです。トロって何ですか？トロ、あっちのスペイン語圏だとトロって闘牛、はいはいはい、闘牛らしいんですよ。モヤ選手がそういう言葉が好きだということで、ペルフェクトスーパートロスティーブン・モヤを挙げさせていただきます。今日も聞けることをどうぞ皆さんお聞きください。打ってもらいましょう。で、ホームランコールのついでで、はい、アルモンテ選手、はいはいはい、アルモンテ選手ももちろんあります、うん、はい、彼のニックネームは何かご存知ですか？勉強不足で、あのね、トンカチ、ハンマー、ハンマー、はい、ギャーンってイメージ、ああ、はい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 、強いでしょ、はいはい、だからそれをトンカチハンマーをスペイン語で言うと、パルフェクトマルティージョって言うんですね。マルティージョ、マルティージョ、まるでハンマーで打ったかのような強い打球を打つってことで、彼のニックネームマルティージョです。パルフェクトマルティージョ、ソイロアルモンテ、これもぜひね。聞きたいですね。ある意味ね、僕が言うのも変ですけど、今日も勝ってもらいましょう、打ってもらいましょう、はい。